皆さんこんにちは、ワナリリビジです。では今回は、信長の野望革新パープキット、上杉、家康を討つ、続きをプレイしていきたいと思います。関ヶ原合戦シナリオを使ってですね、上杉景勝、直江兼続、これらが江戸に乱入、関東に乱入、徳川家康を討つという仮想戦記をプレイしていっています。前回までにですね、春日山城、まあ丘陵ですね。上杉にとっては丘陵。秀吉によって国替えを命じられる前までのね、本拠地だったこの春日山城を徳川家康から奪還しています。その後、少しプレイを進めさせていただいてですね、箕輪城を攻略するところまで進めてあります。今回はいよいよ、家康の本拠地、この江戸城攻略に入っていきたいと思います。江戸城すでにかなりの巨額になってまして、防御力4万を誇る大城郭になっています。今回ここをね、攻略していきましょう。で、その攻略にあたってなんですけども、まず兵糧をですね、お金を使ってばらまいて、大量に仕入れておきたいと思います。あとは、まず政宗。伊達政宗とはなんとか同盟が結べないかなというのを模索します。景勝には2人娘がいますので、縁組してでもですね、政宗とはしっかり同盟を結んでですね、全兵力を江戸に、関東に振り向けられるようにしていきたいと思っています。あとね、ちょっと江戸を攻めるにあたって邪魔なのが浅野なんですよね。個人的に浅野長政好きな武将なんですけど、この浅野長政の甲府、ここがですね、家康と結ばれると江戸の救援にやってくる可能性があるので、この甲府城、浅野長政ともなんとか同盟が結べないかというのを模索します。あと、どうしても関東の黒人衆ですね。彼らは味方にしておかないと、敵に回られると一気に兵力が吸い取られてしまうので、このね、関東の黒人衆も吸い込んでいきたいというふうに思っています。では、まずは、米をしっかり確保していきましょうか。米を大量購入していきます。とにかく今は、米が欲しい。米を買っていきます。春日山城は今修復進めてますので、この修復終わり次第ですね、ここは歩兵をして、春日山城、まあ言っても対前田、対徳川の上田城、ここの最前線になってますので、ここもね、しっかり防衛戦力、あとは兵力蓄えておきたいと思います。そして、肝心の外交ですね。早速、外交は行っていきましょう。まずは同盟。伊達。ちょっと厳しいかな。浅野長政とは同盟が結べそうですね。早めに同盟結んじゃいましょう。さらに黒人衆。ここも、いくら金を使ってでもいいので、しっかり仲間に、味方に引き入れておきたいと思います。ではこれで少しずつ時間を進めてですね、政宗の懐柔策も進めていきたいと思います。あとはですね、榊原康政いるんですけど、これ処刑します。捕らえることができたんですけど、これ、家康に戻されてしまうと、相当な強い敵になってしまうので、これはもうこの場で処刑します。致し方なしっていうところですかね。では、浅野との同盟交渉ですね。やっぱりここは、縁組になりますね。のぞみちゃんを渡して、長政、浅野男女長政とは同盟を結びます。これで、さらに関東の黒人衆も味方につけることができれば、関東乱入、江戸城総攻撃、これの、まあ、計画がね、進められるかなと思います。金2万1000払ってでも、ここは関東と黒人衆を味方につけていきましょう。あとは、政宗だよね。政宗をなんとか味方につけておきたいので、ちょっとこの後、政宗をうまく利用していきましょう。伊達との交渉ですね。ここは同盟うまく結びたいところですが、ここはまずは失敗ですね。兼続を投入しましょう。兼続を投入すれば、同盟できるかなっていうね、目算立ちますので、ここは同盟を結びに行きましょう。しつこくしつこく、政宗を口説いていきます。兼続自ら。あとは、
民中が90あるので、もう一回ね、歩兵を行っておきましょう。今、歩兵中ですね。兵力がもっともっと欲しいっていうね、そういうところです。あとは、春日山城最前線なので、武将を少し入れておきましょう。柴田城から何人か入れます。で、美濃和城の方ですが、あとは人材の登用ができるかどうかというところですね。内藤を勝影勝自ら口説けば配下に加わってくれるやもしれないというところですね。9月になって兵糧が入ってきたらいよいよ出兵の準備に入ります。兵糧は一気に10万超えましたね。政宗と同盟が結べたら一気にいい攻略戦をね、開始していきたいと思います。佐竹から妖精の使者。佐竹は結城城攻略か。確かにこれ結城城はですね、攻略しておきたい城なんですね。条件提示、統率プラス10。これはこの甲冑いただこう。うわ、拒否すんのかい、この甲冑は。そうなると金もいらないからな。まあ、鉄砲適正上昇、これをもらっておきましょう。いや、統率10はでかいからね。じゃあ、美濃和城の方から、結城城の方に兵を少しだけ出します。1000ぐらいかな。出陣。1000ぐらいの小さい兵を出して、まあ一応ね、約束は守りましたよという状況を作っておきましょうか。春日山城から兵が出せるかですね。あとは出陣、まあ、5000かな。5000までちょっと出しましょう。これで江戸城攻略を盤石なものにねしていきたいと思います。当然佐竹は結城城を攻めてくれるんだろうなっていうところはありますけどね。結城城を攻めてくれないと、この結城城のね、3万の軍勢が邪魔なんですよね。滋賀、統率89、VU84、これは完全拒否だな。さあ、伊達との交渉ですね。ここはうまくしたい。よし、京ちゃんを差し出すことによって同盟が結べるなら同盟結びます。これで完全に攻略戦準備整いそうですね。あとはちゃんと結城城の攻略を誰かがしてくれれば、まあ誰かというか、まあ佐竹しかいないので、佐竹に要請を繰り返し出しましょう。なんとしてもこの敵兵、結城城の3万を引きつけてもらわなきゃいけないですからね。ここもやっぱりなんだかんだ言って金継ぐですね。頼りになるのは妖精、結城城、金継ぐ行ってもらおう。で、あとは前線の春日山城に兵力をちょっと集中させておきましょう。さあ、佐竹との交渉です。これはよし、中島流法術書、これはさっき佐竹からもらったものですけど、これ返しましょう。返して代わりに城攻めを行ってもらえるなら御の字ですね。出陣したね。であれば佐竹義則の出陣を見届けましたので、我々も出陣していきましょう。確実に敵をここで潰す。で、1万でまずは影勝先遣隊です。で、金継ぐが戻り次第金継ぐも兵を率いて出陣。合計2万8000ぐらいになりますかね。これで出陣していきましょう。
おっと、ちょっと武将の数が足りてないな。武将を呼び寄せましょう。まあ、この際誰でもいいといえば誰でもいいので、武将何人か呼び寄せましょう。では、雪村、兼次、含めて合計1万の軍勢、これ出しましょう、出陣です。これで、景勝、さらに最上、そして兼次とね、合計2万5000の軍が出ました。さらに本庄も戻して、箕輪城に戻して、兵8000でさらに出陣してもらいましょう。これで江戸城をね、攻略していきます。関東の黒人衆もしっかり働いてほしいところかな。伊達からの交渉の使者、牧場の技術。全然上げるよ、牧場の技術ぐらいだったらね。ただ、どうせだったら馬上術。何か交渉をしていきましょう。あとは、兵が揃うのを待って、いよいよ出陣ですね。全軍で出陣。結城城をちょっと全然引きつけてられなかったなっていうのはありますけどね。さてけど、不甲斐なさ。まあ、ただ、兵力では上回っている状態を作り出せてますので、ここは江戸城、力攻めで攻めていきましょう。あとは関東の黒人衆次第かな。江戸城総攻撃開始です。まずはちょっとこの邪魔な鉄砲櫓を潰しておきましょう。出陣してきたな。関東の黒人衆がまずは先陣来てくれてるね。これは本当にありがたい。あとは結城城から5つ目の部隊が来なければ戦えるかな。浅野から交渉の使者、これはお金をもらっておきましょう。浅野金持ちだな。江戸城に今総攻撃開始です。まずは鉱部最初に打っておきます。さあ完全に取り囲みましたね。景勝が槍車、槍突撃、槍ブスマンの3連で、あとは雪村兼次のところですね。ここは同士打ち持ってるので、同士打ちで敵を一気に削っていきましょう。いや強いな。家康クラスが来なければここは取れそうですね。壊滅させることができそうです。そしたら結城城は佐竹に任せて牽制させておいて、まあ、我々はこの後小田原攻めっていうのもね、ちょっと視野に入れることができそうですね。ちなみに今家康がどこにいるかですね。家康は上田城を本拠地にして今上田城にこもってる状態だな。となると下手に前田と同盟を結んだりすると、前田が徳川に食われてしまう、立地的に。なのでちょっと前田はこのまま放置して、我々は東海道を進んでいきましょう。小田原駿府とこういう形でね、徳川を圧迫していきます。いや兼次のこの計略戦法、これが三連携三コンボ決まると強力だな。あとは最上義明は混乱もね、かなり強力ですからね。これで一気に江戸城を潰してしまいます。結城城から敵が出てこないのはやっぱり佐竹の抑えが効いてるからかな。これ結城城の3万が5詰めで来ると全然違ってきますからね。これがないというのはむちゃくちゃ大きいですね。
さあ敵兵もう3000まで削りました。この3000まで削ってる状態を維持できれば、3000ですね、削っておける状態になればもう落城は目の前というところだと思います。混乱させて同士打ちさせて一気に削っていきましょう。さあ残り敵兵2000、江戸城陥落させられそう。気になる結城城からも5詰めの部隊は出てこないですね。押し出せ、隙間くれ。政宗、浅野、まあ、この2つのね、大名としっかり同盟も結べていて、佐竹も結城城の抑えとしてしっかり機能してくれてるんで、江戸城にどうやら援軍を送れないっていうね、徳川の事情がありそうですね。怖かったのは、まあ、まだ戦い終わってないですけどね、この上田城3万の徳川家康、まあ、今結城秀康が城主務めてますけども、この3万の軍勢がね、春日山だったり江戸だったりっていったところで援軍で来るのをちょっと恐れてましたけども、その心配もしばらくなさそうですね。最後は影勝の槍車でベルジャを制圧。捉えたり、何人捕らえたかですね。あとはお、結構捕らえてるね。太田、あ、いいな、太田かも捕らえてる。まあ彼らは死んでもらいましょう。というところで今回少し短めですが、江戸城攻略ですね、これは大きい、一つの城取れましたね。この後は江戸城攻略中にお話した通りですね、基本方針としては東海道を西へ、小田原、駿府、岡崎、清洲というように取っていきたいと思います。まあ、佐竹はこのまま関東でしっかりね、徳川軍残りの城、これに睨みを、まあ、聞かせてもらう。伊達はね、北の抑えとしてしっかり機能してもらって、上杉本体はこのまま対徳川まっしぐらという状況を作っていければというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきます。